タウン級軽巡二艦は、イギリス海軍の軽巡二艦の艦級本級は1930年のロンドン、海軍軍縮条約での制限に従って設計された。兵装や、船体の違いにより、サウサンプトン級、グロスター級、エディンバラ級の3つに分類される。同時代のアメリカや日本の軽巡二艦と同様に、タウン級軽巡二艦は、 なばかりの、軽巡洋艦であった。ロンドン海軍軍縮条約では、軽巡洋艦の定義として、手法は5インチより大きく6.1インチ以下の方を、持つ艦とし、日米へ不通の各国とも、重巡洋艦と、同規模の船体及び出力を持つ、軽巡洋艦を建造することで、その排水量制限を回避しようとした。これらの、軽巡洋艦は、船体の規模に比べ、 昇降系の砲を搭載したのが特徴である。サウサンプトン級はタウン級最初のサブクラスであった。以降の級は改めサウサンプトン級と呼ばれた。サウサンプトン級はアメリカ海軍のブルックリン級や日本海軍の最上型に応じて建造された。グロスター級は設計変更された甲板及び増加した装甲を持つ砲塔を装備した。エディンバラ級は サウサンプトン級、グロスター級に比べ船体が延長された。また、手法も当初は4連装6インチ砲塔を4機装備する予定であったが、砲塔の開発が困難だったため、全球と同様の砲塔が装備された。4インチ療養砲4門及び2ポンド砲8門が増設され、走行も強化された。タウン級は全ての艦が、 第二次世界大戦中から朝鮮戦争後にかけて大きく回収された。グラスゴー、シェフィールド及びニューキャッスルは第二次世界大戦の間に後部6インチ砲塔を4連装4 0ト、mm、ルボフォース砲2機と交換した。サウサンプトン級は1936年に浸水し、第二次世界大戦が始まる2年前の1937年に収益した。 本級は第二次世界大戦において多くの戦闘に参加し北岬沖海戦でドイツ戦艦シャルンホルストを沈めるといった大きな戦果を挙げた。本級の内エディンバラ、グロスター、マンチェスター、サウサンプトンの4隻は第二次世界大戦で戦没している。残った艦は朝鮮戦争に参加、活躍した。最後に退役した艦はシェフィールドで 1967年に退役した。ベルファストは大英帝国戦争博物館の展示館として、ロンドンのテムズ川に経流、公開されている。ありがとうございます。